ジョセフ・フィンバー・ジョー・ギャンブルはアイルランドの元サッカー選手、元アイルランド代表、ポジションは MF。コークに生まれた彼は1998年にコークシティ FC のユースに加入した。トップチームに昇格し、デビュー戦となったのは2000年7月に行われたスーパーカップでのボヘミアン FC 戦であった。その直後、イングランドのレディング FC にゼロへ移籍し、 クローリータウン FC やバーネット FC にレンタル移籍した。その後2004年にコークシティ FC に復帰し、2005年11月のリーグオブアイルランド制覇に大きく貢献した。その後、ファイカップやセタンタスポーツカップの制覇にもコークシティ FC 時代に経験した。コークシティ FC が財政的に苦しむと彼は 新たな所属先を探すことを許可され、2009年12月にハートリプールユナイテッド FC のトライアルに参加した。ここで監督のクリスターナーが彼に感銘を受け、2010年1月5日に完全移籍でハートリプールユナイテッド FC に移籍した。ここではかつてコークシティ FC でチームメイトであったデニス・ベハンと再会した。2011年5月には 二九人の選手と共に、クラブからの契約更新が打診されなかったため、移籍することとなった。2011年6月23日には、リムリック FC と契約を交わした。同チームでの初出場は、同年7月16日のアスローンタウン、A、FC とのアウェー戦であった。その後、パッドスカーリー監督の下重要な選手として起用され、 クラブの昇格争いに貢献した。シーズン中の契約であったもののミッドフィールダーとして13試合に出場したが、プレーオフでモナハンユナイテッド FC に敗れて昇格とはならなかった。リムリック FC から放出されると、2013年11月24日に S リーグに所属するブルネーディ PMMFC の2週間のトライアルにフランシス・ジェファーズと共に参加した。 トライアルの後に、ブルネー・ DPMMFC は、ロベルト・アルビジ、ボリス・ラスプリッチと共に、彼を獲得することを発表した。2015年8月23日の、ヤング・ライオンズ戦で、初得点を挙げた。その後、11月21日には、同クラブは、S リーグを制覇した。ユース年代では、コークシティ FC 及びレディング FC に在籍した頃に、 U-21 代表として8試合に出場し得点を獲得している。この得点は、デンマーク U-21 代表とのターナーズ、クロスで行われたホーム戦で獲得したもので、チームは3から2でこの試合に勝利した。2006年には、エルカームリーグチームの一員に選ばれ、年間最優秀選手の候補に上がった。代表監督のスティーブ・ストーントンには、 彼のコークシティ FC での活躍は知られていなかったが、2006年5月に代表初招集を受けた。チリ代表戦ではベンチに座り控えとなったが、低調なパフォーマンスのために出場はならなかった。その後、スコットランド代表戦でアイルランド B 代表として同年11月に出場を果たし、これはコークシティ FC 史上初めてのことであった。2007年5月には、 アメリカ合衆国に親善試合で遠征するアイルランド代表に選出された。代表初出場となったのは5月23日にジャイアンツスタジアムで行われたエクアドル代表戦で好印象を残した。そのため3日後にジレットスタジアムで行われたボリビア代表戦でも出場を果たし、グレンクロウが2002年にギリシャ代表戦に出場して以来となる。 クラブ別初出場選手となった、リムリック FC、ブルネー DPMMFC、ありがとうございます。